ルで。ちょっとこれだと映像で捉えられないかな。なんかすくって立ってる。新年明けましておめでとう詐欺です。ビルの左の角に白鷺が立っています。見えるでしょうか。見せて。あれなんかちょっと休み休憩中あ、よく見た。すごいね。もうビルの上に止まってもあんなに大きいってすごいね。ああ、そうね。なんかどっちどこに何を見てるのかな。ここに止まったらすっごい大きいんだもんね。そりゃそうだよね。飛んじゃった。飛んだ。さようなら。と見送るジャン君とポンちゃんでした。ポンちゃん見えた？ジャン君見えた？キートリさんだったね。はい。今年は春から縁起がいいぞ。気がついちゃったか。ジャン君の場合遊んでてもこっちにカメラで撮ってるなっていうのが分かると来ちゃうもんね。あいで、あいで、あいで。ジャン君、ジャン君、ここだね。
タラーン。お年賀に我が妹家族からジャン君ポンちゃん用としてこんなのが届きました。ありがとうございます。ありがとう。いっぱいです。結構すごいことになってるよね。いっぱい入ってます。60本入ってんだっけ。え、そんなに入ってんだっけ。7種8本、7波56でございます。なるほど。ありがとう。よかったね、ジャンポン。はい、美味しいのもらえて。食べます。そしてこの人も食べます。そして人間用ももらいました。なんだって。これです。チョコあられ。あられ、チョコあられ。あ、こうかな。こんなものでございますよ。これもいただきました。人間用にいただきました。はい、ありがとう。ちょっと開けてみなくていいの。開ける。開けよ。はい、だってさ、このパッケージだけだと何かわからない。チョコあられですよ。チョコあられって何。チョコのあられって何。上手に切れなかった。紙が上手にできなかった。あら、なんか結構ぴったりくっついていて、むずいです。いや、ビリビリっといって、ビリビリ。ビリビリって破っちゃいました。あんまり破かない方なんだけど、お、もったいないお化けの瞳は。お、よいしょ、開いた、開いた、開いた。シャカーン。本当にチョコあられなのか。ミルクチョコ、ホワイト。ホワイトチョコとミルクチョコ。2種類です。開けるか。これでも中身のよくわからない。ちょっと開けてみましょう。あられがチョコでコーティングされてるってこと。そういうことなんだろうね。本当、一応こういう感じになっています。うん、あられ、あられだ。へえ、おかきだよ、おかき。チョコもあられをチョコでコーティングって初めて見る。はい、こういうものでした。ありがとう。ありがとうございます。